皆さんこんにちは、筋肉旅です。私は今カタールのドーハのハマド国際空港に来てます。これからカタール航空131便のビジネスクラスにてローマまで向かいたいと思います。で、僕この後、なんか別で呼ばれるらしいので、ちょっとここで待機したいと思います。カタール航空結構あの置き止め多いので、なんかちょっとイレギュラー多いんですよね。はい、ただあのインボラしてくれたりとか結構サービスいいんで、はい、あのこの後楽しみたいと思います。まあ、次ビジネスなんで、まあ、あの楽々、ローマまで迎えると思います。はい、それでは今回の一番メインの目的、ローマに向かっていきたいと思います。行きます。はい、俺結構イタリア気使ってんだから、あんま遅れてほしくないですよね。どうぞ。いや、楽しんでください。楽しみます。ありがとうございます。やべ、めっちゃ豪華。はい、今回も置き止めになりますね。で、エアバス A350 になります。では早速乗っていきましょう。はい、カタール航空登場しました。今回ビジネスクラスですね。で、残念ながら Q スイートじゃないんですよね。はい、ヘリンボーンタイプの座席になります。で、あるのが枕と、で、このおしぼりラウンジをもらったんですけど、めっちゃいい匂いします。で、あとアメニティですね。で、あとなんかさっきの、プレイコでもらったやつです。で、多分メニューですね。で、あと枕と、毛布になります。はい、こんな感じです。で、やっぱりビジネス楽っすね。はい、早速乗っていきましょう。はい、機内食の時間ですね。バターでかくないですか。いいっすね。で、オリーブオイルもでかい。で、パンとなんか、ビーフのなんか試食らしいです。はい、なんかいいですね、こういうおしゃれな感じ。はい、じゃあいただきましょう。はい、カタール航空といえばスープうまいらしいですよね。なんで本日のスープですね。パンもなんか美味しいんで、もうバクバクバターつけてガッツリ食っちゃいましたね。はい、じゃあスープいただきまーす。はい、じゃあスープいただきましょう。はい、なんかよくわかんないですけど持ってきてくれました。で、シャンパーニュ、ローゼ、おかわりですね。はい、メインディッシュですね。ラムのステーキみたいです。で、まあ、あとは、まあ、シャンパン続きですね。はい、はい、じゃあいただきます。じゃあステーキいきますか。ステーキ、はい。で、マッシュポテト結構ついてますね。マッシュポテト一緒にいただきます。はい、最後にデザートですね。なんか、チーズケーキ頼みました。はい、はい、到着まであと1時間ぐらいですね。今、なんだろう、東ヨーロッパぐらいの場所ですね。で、まあ、ワインとチーズの盛り合わせを頼みました。ワインこれ、ボルドーみたいです。ボルドー、はい、2014年の
今1時44分とかそのぐらいの時間だと思うんだ。はい、初めてのイタリアですね。はい、楽しみです。ということでこの後、入国審査を迎えたいと思います。なんか天気も日本っぽいですよね、イタリアって。はい、ということで行きましょう。こういうとこにもこのエスプレッソスタンダルってイタリアっぽくていいっすよね。はい、2時10分、荷物取って、フィウミチューノ国際空港、到着ロビーに来ました。で、今回なんですけど、新千歳、そして香港、ドーハ、ファウミチューノってことで、かなり遠回りで来たんですけれども、全ての区間で、いろいろ、その地元のですね、ご飯食べたりとか結構楽しめたんで良かったと思います。はい、これからローマの街中に行ってホテルにチェックインしに行きたいと思います。初めてのヨーロッパ楽しみたいと思います。やっぱすごいですね、めちゃくちゃ人います。はい、では行ってきます。はい、トレビの泉にやってきました。めちゃくちゃ混んでますね。すげえ人いますわ。はい、で、トレビの泉の雑学言います。